現在の車両バスセンターやよいは、福岡県春日市が運行するコミュニティバスである。西日本鉄道の分離市会社である、西鉄バス二日市に運行を委託している。2003年3月2日に運行を開始した。春日市内では、西鉄バスの路線が市内各地にあるが、いずれも住宅地と西鉄春日現役、JR かす駅、 博多南駅といった地域端部にある鉄道駅や福岡市内を結ぶ路線であり、春日市内にある公共施設や医療施設はバス停から離れており不便であったため、市内の公共施設、医療施設、大規模小売店などと市内各地を結ぶ目的で運行開始されたコミュニティバスである。愛称のやよいは春日市民を対象とした 一般公募における81件の応募の中から選定された。春日市に、弥生時代の遺跡が多数あることにちなみ、市が使用している愛称、弥生の里にちなむ。運行開始時から2013年まで使用された、車両1999年度に、市役所内検討委員会を設置し、翌二千年度に、 市民アンケートを実施、2001年8月に、福祉団体など3団体から推薦された3人と、公募の市民12人による、春日市、コミュニティバス導入市民懇話会を設置し、初準備の後運行を開始した。春日神社前付近を走る、弥生前路線とも、地域中央部の触れ合い文化センターに隣接する、バスセンターを、支店、終点とする循環運行である。 地域北部の桜ヶ丘地区や福岡、特集会病院などを経由する桜ヶ丘線、地域北西部のすぐ地区などの住宅地を経由するすぐ線、地域南西部の上、白水地区や博多南駅、白水大池公園を経由する上白水線、地域南部の星見が、岡地区を経由する星見が、丘線、地域南東部の平田台やザモール春日を経由する平田台線、 地域東部、北東部の春日駅、春日原駅、春日市役所、春日公園などを経由する春日原線、春日公園線の7路線がある。全路線とも1便から12便まで12本の運行で、両方向を交互に運行し、一周の所要時間は35分から45分程度で、8時30分から18時過ぎまで55分間隔で運行する。 バスセンターの発車時刻は全路線とも同一。バスセンターへの終着時刻もほぼ同一で、バスセンターで各路線総合間を10分前後で乗り継ぐことができるダイヤとなっている。内は一方方向の便のみが停車するバス停2013年8月26日より2台目車両として新規に導入した日のポンチョを8台使用している。青色地に 春日市のマスコットである春日くんとアスカちゃん等が描かれている。座席は全席前向き。西鉄の車番も振られている。運行開始時には三菱ローザを6台導入した。車体塗装は愛称名と同時に春日市民を対象とした一般公募における39件の応募の中から選定された。現行車両よりやや薄めのスカイブルーチ。 前面に青、緑、赤、オレンジ、黄色の帯、前面、側面、後部に、弥生時代をイメージした丘、山、木、弥生時、弥生人などのイラストを入れた塗装で、座席は横向き前向きの混合シートで、後部に車椅子乗降用のリフトを装備していた。車両は、大野城市にある、西鉄バス2日、資本社に所属している。一路線に一台。 計7台が運行につき、残りの1台が予備として、バスセンター内で待機する運用形態であり、8台、すべてを使用する。検査などの場合は、西鉄バス2日、資本社の三菱老座が代送することがある。AB カスガ市広報カスガ、平成14年11月1日号、P16 市報カスガ、平成15年3月1日号、ページ7。 春日ガ市、2014年5月5日閲覧司法カスが、平成16年7月1日号アーカイブド2009年12月29日、アットザウェイバックマシン、ページ4、春日ガ市、2014年5月5日閲覧司法カスが、平成17年6月15日号アーカイブド。2014年5月5日、アットザウェイバックマシン。 ページ2から3、カスガ市、2014年5月5日閲覧司法カスが、平成19年2月15日号アーカイブド2014年5月5日、アットザウェイバックマシン。ページ2、カスガ市、2014年5月5日閲覧司法カスが、平成19年2月1日号アーカイブド2014年5月5日。アットザウェイバックマシン、ページ6、 春日市、2014年5月5日閲覧、AB コミュニティバス、弥生の車両が新しくなります。アーカイブド2013年8月20日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。春日市公式サイト司法カスが、平成25年8月15日号。ページ4、春日市、2014年5月5日閲覧、コミュニティバス弥生。 カスガ警察署前バス停を新設アーカイブド2016年3月15日アットザウェイバックマシンカスガ市2016年2月29日朝夕は運行間隔が若干長くなる ABCDEF カスガ市時刻表路線図利用上の注意とお願いアーカイブド2014年5月5日アットザウェイバックマシンカスガ市港ホームページ 2014年5月5日、閲覧。ありがとうございます。